えー、部屋から失礼します <laughs> こんなに散らかっててあれなんですけど、えー、皆さん ECM というものをご存知でしょうか、えー、体の、えー、変調などを効かすことも、えー、ECM でできるというふうに、えー、話が、えー、出たことがありましたちなみに ECM というのはエレクトロニックカウンターメジャーというふうに言って 電子的妨害装置と普通は言うんですが、しかし、ちょっとちょっちゃった。電子的妨害装置と言うんですが、しかし、これを e c m えとそのままなぞって、電波構成装置と呼ぶこともできるということです。電波構成装置、つまり e c m の類は、パソコンのような機材から スマートフォンのように小さな機材も出ており、そもそも機材が必要だという情報が今のところでは入っています。しかし、パソコンのようなソフトウェアと普通のモジュール、つまり電波モジュールを使うことで Wi-Fi ルーターなどを使い ECM 装置が作ることができるソフトウェアがあるかもしれないということです。それが発展したことで、 ECM が電,波電子気妨害装置という言葉から電波構成装置というふうに名前を2つに呼ばれるようになったということです。